近年、潜水艦から発射される魚雷の性能が向上しつつある日本周辺国ですが、海上自衛隊でも対策を今回ようやく打ち出しました。迎撃魚雷開発をするとの情報をキャッチ、今回はこの革命的な変化をする一蓋式、単魚雷能力向上型を詳しく深掘りしていきます。海上自衛隊護衛艦の防御力向上には欠かせない魔改造計画です。中国の潜水艦がうるさくても、魚雷の性能は格段に性能アップしています。北朝鮮の新型潜水艦も動くのか気になるところですが、中古でも見逃し厳禁ですよ。防衛省が公表した2023年度の事前の事業評価には、海上自衛隊で運用されている一蓋式魚雷に、魚雷防御機能を追加するための開発を進めると明らかにされていました。一蓋式魚雷とは、敵潜水艦を攻撃するための単魚雷です。護衛艦だけではなく、哨戒機やヘリコプターにも搭載できる魚雷です。ただし、護衛艦などの水上艦艇にしてみれば、海中に潜む敵潜水艦の脅威は非常に大きいのです。護衛艦は、敵潜水艦魚雷が向かってきた場合、レコイ、おとりやジャマー、通信妨害などの音響欺瞞で回避する想定になっていますが、潜水艦の長魚雷が高性能化している上に、こういった機能だけでは防御することが難しくなっているというのです。邪魔するジャマーなんて、くだらないダジャレを思い出してしまいました。こうした状況を踏まえて、防衛省は、魚雷を物理的に無力化する機能を、現在使用中の一蓋式魚雷に付加する必要があると指摘しました。これまでのデコイやジャマーなどは、物理的な破壊を伴わないソフトキル機能と位置づけられるのですが、魚雷を撃破する、ハードキル機能がプラスされることで、防御機能が大幅に向上すると見ています。確かに武器を破壊する方が、敵へのダメージは大きいでしょうね。防衛省は、護衛艦に向かってきた敵潜水艦の長魚雷を新兵器で撃破するという運用構想図も同時に発表しました。この開発に関しては、達成すべき目標として、時間に接近してくる長魚雷を探知する技術や誘導制御技術、そして撃破技術の確立という三本柱を例示しています。今後の予定ですが、2024年度から2028年度にかけては試作を行い、2025年度から2029年度にかけて技術、実用試験を実施するということになっているそうです。来年度予算の概算要求には、この経費として約91億円という大きな数字が計上されています。迎撃用ミサイルに比べて、迎撃用魚雷の開発が難しい理由ですが、水中では破片の飛散が少ないからです。ミサイルなら、近接信管を使って近く、で破片をばらまけば相手ミサイルを破壊できますが、魚雷ではそれはできません。なので、直接的中させなければならないのです。威力の大きな大型魚雷を使えば、水圧で近接した魚雷まで破壊できるはずですが、そうなると、相手の魚雷を追尾していくだけの機動性に欠けるということになるのです。一蓋式は単魚雷ですから、ピンポイントで的中させる精度を持たせているのでしょう。もちろん、それだけではなく、探知が難しいのと、衝撃波による破壊が難しいという理由もあるのです。ミサイルなら探知する方法はいくらでもあります。例えば、レーダーや目視、ミサイル自身から出る紫外線や赤外線などですね。しかし、魚雷に関しては、海中では視認やレーダーが使えません。唯一使えるのは、音を使ったソナーだけです。しかし、ソナーも、海中温度や塩分濃度によって、音の伝わり方が違ってきますから、敵の位置を即座に特定できるわけではありません。よく、漫画やアニメなどで、ソナーに反応あり、方位、距離に敵船です。なんて瞬時に判別するシーンがありますね。でも、現実では不可能です。実際には、目視でもなければ、時間と手間をかけて識別するか、あるいは無差別攻撃を仕掛けるしかないということです。衝撃波で破壊する場合も、有効な衝撃波は水圧の影響で、
あまり広がらないし、上方向に逃げようとするので、下や横方向には広がりづらいのです。爆薬も、2トン以上もしくは核魚雷でも使わないと無理と推測されています。最初は海中版パトリオット、と思いましたが、あれもぶつけるというより、破片被害に敵を巻き込むという仕組みのミサイルですしね。パトリオットの速度はマッハ4とかだけど、こっちは50ノットくらいですしね。それにしても、今まで実用化されていないというのは、やはり向かってくるものをピンポイントで迎撃するというのが難しいということでしょう。魚雷ではありませんが、生物、例えばクマが向かってきたら、コトラが大怪我をしますし、そうなったら、笑い話みたいですが、魚雷に近づいたら、ネットを広げて爆発前に回収するとか、魚ですか。とりあえずは、近くで爆発して水圧で破壊するか、進路を変更させるかでしょうか。防衛予算増額により、自衛隊の新装備開発が一気に加速したように感じます。今までは、予算上や専守防衛理念の縛りがあったので、構想はあったものの、開発に着手できずに切磋琢磨していた人も多かったようです。溜まっていた開発陣のエネルギーが一気に弾けたようにも思われます。魚雷が兵器として登場して100年以上も経ちますが、ちゃんとしたハードキルは存在しませんでした。最近では、ドイツがシースパイダーアンチ魚雷の実用化が間近とも囁かれていますが、性能、精度は全く不明です。アメリカも40年以上前に開発を始めたのですが、断念しています。水中での小型高速目標の捕捉というのは、大気中の場合に比較すると、阻害要因が多いため困難であるからということでしょう。当然、目標の音を識別してホーミングする方法と考えられますが、魚雷は、自らも、相当な音を発するので、まずは、自身の音度を低減し、抑えるかという技術的な壁があるようです。このホーミングというのは、自動的に目標を追尾するミサイルの誘導方式です。単に、魚雷のスピードを抑えれば音を低減できるとは限りませんし、目標への追随も困難になるので、最低でも目標と同等のスピードが必須になるのです。日本の優れた音響誘導技術は89式魚雷でも実証済みですが、対欺瞞能力を格段に高めた最新の18式の音響画像センサーを応用したものになるのではと考えられます。迎撃ミサイルがあるのなら、迎撃魚雷があってもいいという意見があるようです。水上戦闘艦の脅威は、やはり、一撃で撃沈を狙ってくる敵潜水艦の長魚雷でしょう。正式採用されたら、海上自衛隊の対潜水艦能力がアップするのは間違いないでしょう。となると、潜水艦自体のフォルムも考えなくてはならないでしょう。後ろ側は、船の推進のために必要な区画なので、そこに爆発物を置いたら、自爆の危険性が高くなりますし、水の抵抗を考えると、魚の尾のようなフォルムが望ましいですよね。前後に爆発物を分散させても、発射関係の機構が分散することになるので、効率的ではありません。そもそも、後ろ側に発射管も設けたとしても、命中確率が上がるわけでもないでしょうからね。改めて記載しますが、水中は、レーダーなどの電波や赤外線はあまり使えません。音だけが頼りというわけです。と言っても、音だけで、魚雷の正確な位置を把握するのは非常に難しいので、帰するソフトキルが有効とされてきました。自分の位置をごまかすアイテムということです。また、ハードキルの問題点は撃破できたかどうかについても、音のソナーで確認するしかないということです。しかし、爆発が起きると、その音を探知するソナーはしばらく使えなくなるので、再発見がさらに難しくなってしまうのです。仮に撃破できなかったとしたら、再発見した時は、敵がもう目前まで迫っているということもあり得るのです。破壊しないソフトキルの場合、少なくとも敵魚雷の位置は把握できます。仮に追魚雷が完成したとしても、使用する側はどこで使うべきかと悩んでしまいそうな兵器ですね。ソフトキルも効かないので、最後の手段。
とやけくそになって使うようになるかもしれません。が、そんな破れかぶれの戦術はやめてほしいものですね。